こんにちは、速稼塾の久保です。昨日小池都知事の記者会見でですね、5つの子というものが発表されました。これをね、ちょっと私うろ覚えなんですけども、思い出しながらこういうことを言われてたんじゃないかなっていうので、ちょっとスライドショーでね、確認してますので、よろしかったら皆さんと一緒に読み合わせできればと思います。で、何分ね、うろ覚えなんで間違えてる可能性もあるんですよ。間違えたらぜひご指摘お願いします。私はこの5つの子を念頭に置いて今日からね、注意深く観察していこうと思っております。それではよろしくお願いします。画面を切り替えます。はい、まず一つ目の子なんですけども、孤立の子だったかと思うんですよ。まあ、国からも都からも見放され、もちろん給付金の話も全く出てこずに、そればかりかコロナ対策はマスク小声くらいです。都民の皆様には大変ご不安な毎日を送っていただいておりますということを言われたのかなというふうに記憶してます。いかがでしょうか。次ですけどもね、やっぱりこれですね、小池の子。大きなマスクで毎日テレビ出演、かつて憧れの芸能界に入れなかった悔しさを今この場でぶつけさせていただいておりますというのが2つ目の子ではなかったかなと思ってますね。うん、どれも重要ですね。3つ目はどうでしょうか。はい、姑息の子。ほう、記者会見などではどんなご質問にも明確なご反論法などを用いることで、期日、人数などははっきりとは回答せず、後でどうとでも責任回避できるように答えさせていただく所存ですと。さすが都知事ですね。やっぱりこう明確なね、回答がこうね、出てますね。はい、次は小銭の子ですね。日々重症者、感染者、死者など報告されている中、私だけが退職もしていないのに退職金をまんまとゲットしましたが、小銭稼ぎのコメンテーターと言わないでくださいと。天下り先もいただきたいと思っておりますということで、4つ目の子がここで、確認されてきたかなと。ちなみに、退職というところがね、漢字間違っていますけども、これ昨日のフリップでもこういうふうに間違えていたと思うんで、私ちょっとね、つまずいてしまいました。失礼しました。では5つ目の項を見てみましょう。5つ目の項は何だったですかね。ちょっと私もね、記憶が曖昧なんで間違えてるかもしれません。すいません。はい、山本太郎の子。すでにもう子が入っていないわけですが、こんなことになるんでしたらあの時都知事を譲っておけばよかったと深く反省しております。15兆の都債発行は財務省に睨まれそうなので高い緊張感を持っておりますというふうに、5つの項をね、5つ目をこういうふうに説明されたのかなと思ってますね。ということでですね、私なりに小池都知事の5つの項をしっかりと胸に刻みながら、こういうことを言われてたんじゃないかなっていうふうに解釈してみたんですけども、ちょっと若干の記憶違いがあったかもしれませんので、そのあたりはね、コメントでちょっと修正をお願いしたいと思うんですよ。まあ、いずれにしましても、これね、国民の皆様で一致団結してこの危機を乗り越えないといけないときに、舵取り役の、都知事とかね、それから政権の方、与党の方はどういうふうになっているのかなってことが非常に気になるところでございます。それでは明日の記者会見も楽しみに待っていましょう。きっとですね、希望のあるようなね、給付金を出すぞとかね、定額給付金を、まあ、毎日5万払うぞみたいなね、そんな話題が飛び出してくるような気はするんですけども、これも私の予測違いでしょうか。以上、虚構新聞でございました。それでは失礼します。